はい、おはようございます。うちの元気上会社です。おはようございます。はい、ということでね、7連敗をね、無事脱出しまして、はい、5月から頑張っていこうやという、ね、5月一番最初の試合でしたけども、東京ドームの方で巨人戦でした。はい、結果がですね、7対5で、勝利。オッケー。いやー、危なかった。いやもう、怖いっすね。もう終盤最終回の巨人は怖いな。ああ、もう心臓痛ゲーでしたね。ああ、本当よく勝ち切りましたスワローズ。ナイス。本当勝つことの難しさですね。勝つのは本当難しい。ああ、これは本当よく勝ち切りました。お疲れ様でした。はい。すいません。今日ちょっとヤクルト買い忘れたので、今日は飲めません。すいません。はい。ってことで、先発ね。はい。サイスニちゃん。うん。まあ悪かったんじゃないですか。うん。シンプルに。はい。ヒットもいっぱい打たれたしね。まあ制球もなんか低めにバシバシいってる感じはしなかったっすね。うん。普通になんか抜けてたりとか。ああ。で、ばらついてもいましたし。だ前回の登板もそんな良くなかったと思うので、ちょっとね、心配になってきましたね。うん。まあ一応先発で3勝かな。上げてはいるので期待はねもちろんしてるんですけども、そろそろね次回登板はそろそろちょっと立ち直ってくれないと怖いっすね。はい。まあでもね4失点しながら4回投げたのはいいことなのかな。ちょっとわかんないっす。はい。でもお疲れ様でした。次お願いします。はい。で大西くんがいい味出してましたね。1回無失点。うん。なんかこのちょっと悪い流れというのがね続いてた中でね、うん、大西くんがしっかり1回はねピシャリと抑えてくれた。うん、なんかこれでちょっとこうだんだんねヤクルトに流れ持ってくるみたいな、なんかいいピッチングしてたのかなと、はい、思われます。はい。で星くん、はい、星くんね貝頭から行ってね、まあ、火消しだとちょっとやばいなっていうことで、うん、で貝頭かな大丈夫かなと思ってたらね、でもちゃんと打たれるんだよな。いい球は持ってるんですけどね、なんでやろう。まあ、無失点ですけどね、ランナー2人置いて2、3塁やったかなにはした。ちょっと怖い。まあでも最後のあの、吉川選手だったかな。うん。あ、違ったかな。うん。で、最後のあの三振取ったストレートは、あれは良かったですね。非常にキレキレ。で、あれ持ってるのにね、なんでこんなランナー背負うのかがちょっとね、僕は、わかんないですよね。いい球投げてんだけどね。はい。で、あとはそうですね。石山、清水、田口で、締めて、はい。まあ、石山さんは、はい。相変わらずなんか、こう、いいピッチングしてるんですけど、今日は清水のボがね、一発やられちゃいましたね。はい。中田翔選手に。まあ、好調な中田選手相手にカウントを悪くしたのが全てかなと。はい。ボール2にしましたよね、多分ね。うん。で、ホームランパチン。まあ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 。清水のボはほんとようやってるんでね。まあ、この1失点でね、とにかく言うことじゃないです。はい。たまにはあります。市民の後も。うん。お疲れ様、本当に、いつもね。はい。で、最後、田口くんね。はい。田口くんがね、本当にね、いい球は、結構投げててね。でも本当に巨人の集中力というかね、最終回の、岡本選手も中田選手も、そうでしたけど、ちょっとお見事ですね。お見事。それ、でもそれに負けなかった田口くん、本当頑張ったとな、思います。はい。でもそうですね、ちょっとやっぱランナーは出しちゃうんですかね、抑えですけど、本当にの最終回ね、もう1点入れてくれってね願ってたんですけど僕、で入れてくれましたけど、もし1点差だったらね、ちょっとねこのメンタル的にも流れ変わったかもしれないですね。もしかしたら追いつかれてたかもしれない。本当にありがとう、一生もぎ取れました。お疲れ様田口くん。はい。ということで、ピッチャー陣5失点ですね。はい。サイスニード投手が、まあ、4失点して、あとは、シミノボの、被弾で5失点ということで、まあ、そうですね。まあ、サイスニード投手がちょっと試合ぶち壊してるんでね。正直言うと。まあ、でも、その後は一応ね、シミノボの1失点だけで抑えたっていうのでね、ほんとこう、みんなで必死に繋いだのかなと。はい。頑張ったんじゃないかって、思いました。はい。お疲れ様。はい。で、今日打線ですね。はい。皆さん、来ました。13安打。2桁安打です。よし。やっぱ、打つヤクルトはいいなっていうのとね、ほんとよく追いついてよく逆転しましたよ。もう本当に。もう今までのね、ヤクルトやっぱね、
知ってますから、うん、もう4点取られた時点で正直、ああなんだよもう連勝入ってくれないのか、せっかくね連敗止めたと思ったら今日も負けんのかって、ああちょ思ってたところをね、ほんとよく追いつきました。うん、これほんと打撃陣お見事でしたね。はい、で今日はやっぱ MVP、 はい、ヒーローインタビューにも上がってましたけども、オスナ選手、はい、ホームラン2本、3打点、オス素晴らしい、オスナちゃん、うん、もう今季はねもう序盤からずっと好調で、まあ最近ちょっとサンタナ選手がね好調になっていってて、ちょっと若干ですけど若干ちょっとペースダウンしたかなって思ったら、ああ東京ドームでこんなに大暴れしてくるっていうね、いやマジでもう神、もうラミレス、ほぼラミレスでやってますね。マジでかいな、これがねしばらく続くといいっすね、ほんとね。いやマジオスナ選手今日助けられましたね。2本はやばいよ、2本はもうでかすぎる本当に。うん、オスナちゃんありがとうございました、本当に素晴らしい。はい、まあ他で言えば青木選手が猛打賞とかね、ああナイス青木さん、はい、もうやっぱねベテランがこんな元気だといいっすね。うん、外野がまあそうっすね、今浜田くんはちょっとこうハマってきたので、あと外野がこう山崎選手とか青木選手とかでちょっとローテする感じになるんですかね。うん、まあなんかね、まあ若手とかいっぱい使いましたけど、結局この形が収まりいいのかなってちょっと思ってきましたね。うん、去年とか一昨年通りのヤクルト山崎か青木を2番にみたいな。うん、まあでも青木選手もベテランだからこう毎試合出れるわけじゃないと思うので、うん、まあ山崎選手とね交互にみたいな感じでいいのかな。うん、で最終回にはねレフトへの犠牲フライ、うん、この1点でかかったっすよ。しっかりねランナー3塁に置いてしっかり得点できた、うん、2点差にした、これはね地味にというかかなり大きなねターニングポイントだったかなって思いますね。はい、で山田哲人ねホームラン打ちました、 OK、素晴らしい。ああ、まあ、あの故障で開けてね帰ってきてからは、まあ好調って感じはしなかったかな。ああ、なんかあの怪我する前の山田哲人選手の調子がなんか続いてるなと思ってたね。今日2安打プラスホームランということで、いや復活してくれよ山田哲人選手ね、好調がねちょっと長く続かない時多くなってきたのでね、うん、明日もちょっとね暴れてほしい、うん、しばらく好調を頼む。はい、でムラッチョね、ムラッチョは今日もまあ今日も2三振か、ね前回の勝利でねヒットも打てたしね、打点も2位稼いだんでねちょっと乗っていけるかなと思ったんですけどね、まあまだまだかな、うん、そうそう切り替えてほしいんですけどね村上くんね、うん、村上くんが本当に普通ぐらいに打てるようになったらもうマジでね乗ってきるんですけどね、それに塩見帰ってきてみたいなね、本当に村上くん頑張れ、うん、こうチームちょっとね勝ってるうちに頼むよ。はい、でサンタナ選手もねしっかりヒット打って、うん、この両外国人はね本当素晴らしい。はい、でムーチョね、はい、ムーチョが今日ね同点の2点タイムリー、よし OK、 はい、まあ打撃ね不調ではありますよね、うん、まあ、そんな中こうやって大きい同点タイムリー、うん、素晴らしい。はい、サヨナラヒットも打ったりね、なんかこ う, まあ、ちょっとこう勝負どころ、うん、なんか貴重な打点は生み出してるのかなって感じしますね、うん、まあ、他にもねチャンスはいっぱい潰してますけど、うん、でも本当よくやったなってムーチョありがとう。しかも今日打撃陣はね、うん、まあ、ほぼほぼ素晴らしかったかなと思いますね。はい、でね、山崎幸太郎選手もね、代打かなで出てきてレフト前打つし、うん、で幸太郎ちゃんと青木選手でねちょっとこう外野が潤ってきたんでね、うん、なんか本当に底は出したのかな打線はね、なんかそんな感じしてきましたね。はい、っていう打撃陣、はい、いやもう7得点も取れたら勝たなきゃね、うん7得点も久々、え今季最多得点じゃね7得点ってじゃないかな、うん、いやめちゃくちゃもうなんかね久しぶりにこう打つヤクルト見えて楽しかったですね。はい、お疲れ様でしたスワローズ。はい、ってことで、明日の、先発ですね、あーシーターが、あー
はい、すいません、明日の先発ですね。はい、うちが高梨投手で、相手が高橋優希投手ですね。はい、高梨投手がなんか前回あれか、なんか降りた後に打たれたのか誰かが、なんかそんな感じだった気する。うん、なんか若干試合を作ってたような気するんですけどね。はい、ということでまあね、シーズン開幕のローテには入らなかったですけども、はい、こうやって途中から任されてる、うん、これに応えましょう高梨投手。はい、ほんと調子良かったらね、結構手つけられんでね、ストレート、あと緩いカーブ、うん、あとフォーク、ビシバシ決めちゃってください本当に。はい、で高橋優希投手はね、左か、はい、まあ今日の戸郷投手よりかはね、まだいける気はするので、なんとか3連勝してください。はい、ほんと連勝したっていうこのね、うん、僕は思ってたんで、ほんとこう連勝しなきゃ意味がないと、うん、で連勝できたので明日も勝たなきゃ、頑張れよマジで。はい、ということで今日の動画以上したいと思います。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録ぜひぜひお願いします。はい、お疲れ様でした。